気伝は SNS 上で令和五年六月五日付の SNS ネット上での誹謗中傷行為についてと題する文書を公表しています。その中で二千二十二年十一月中旬に気伝がマーシャル博士と面談した際のエピソードとして、私ジェイソンホーと深田萌茂氏が通力として同席したが身元不明な深田萌茂氏を安全保障に関わる場に同席させることは危機管理上適切ではない。事前に深田茂氏とホー氏を同席させると聞いていたらアポはと。 取らななかったなどと書いていてますしかし、マーシャル博士との面談についてのこの話は、私も深田氏も初めて聞く話であり、何ら問題があった認識もなかったことから、今回あえて書かれた意図を図りかねているところです。仮にこれが、貴殿が今回の深田氏からの批判について制作上の問題ではなく、個人的な逆恨みが原因であるかのように、有権者に説明するためにあえて作り話をされたとすれば、それはあまりに自分勝手で安易な名誉毀損行為と言わざるを得ません。強く抗議します。